マウトハウゼン強制収容所にて、アウグスト・アイ・グルーバー、ハインリヒ・ヒムラ・アングスト・アイ・グルーバーは、ドイツの政治家。ウェドナウの国家弁務官、また、国家社会主義ドイツ労働者等の上、オーストリア帝国大韓国指導者。最終階級は、新英体大将。オーストリア・ハンガリー帝国のシュタイアーにて生まれる。中学校卒業後に測量士及び、精密機械校となる。 1922年11月16日にオーストリアナチ党の勤労青年団に入団し、1925年に団長となる。1927年にはヒトラー・ユーゲントに入団し、上オーストリアのユーゲント指導者となる。1928年8月19日にオーストリアナチ党に入党。1930年シュタヤー氏の区長となり、 オーストリアナチ等における活動を理由に短期間の懲役刑が何度も言い渡される。1933年にシュタヤーの管区指導者に任命される。1935年5月に上、オーストリア大管区執行委員となり、8月1日には上、オーストリア大管区指導者に任命された。1938年3月13日のアンシュルス後の3月14日に上、 オーストリア州首相に任命され、6月1日に突撃隊上級大佐となる。また7月25日には新英隊に入隊し、新英隊大佐となる。1940年3月15日よりウェドナウの国家弁務官に任命され、1942年11月16日からウェドナウの国家防衛委員となる。1943年6月21日に、 アイグルバーは新英隊大将へ昇進し、11月9日には突撃隊大将にも昇進した。1944年9月25日からは国民突撃隊上ドナウをオークダク指導者となる。1945年にはアルプス国家要塞の強化を委託された。1945年5月10日にザルツカンマーグートでアメリカ軍の捕虜となった。ダッハウ裁判において、 マウトハウゼン強制収容所における犯罪の責任が問われ1946年3月29日に死刑判決が下った。1947年5月28日にランツベルクはムレヒのランツベルク刑務所で処刑された。出典出典ミラー P297 ハットミラー P304 ありがとうございます。